どうもこんにちは、とっかくんです。スーパーノーマルゴー、本日は質問に答えるコーナー。なんだよスーパーノーマルボーイって。スーパーモンキーズみてえにさ。何スーパーモンキーズ。スーパーモンキーズみてえにさ。なんだよミスター USA、 デビューシングルミスター USA。 なんでちょっと詳しいんだよちょっと。質問コーナー後編ということで、またね質問ございましたらねコメント欄お願いいたします、さあ早速ね行ってみましょう。まず質問こちら、ダダン、森尾さんそろそろ迷彩服着ますか。半年経ったら迷彩みたいな中退配属的なことだったそうか。9月から、9月1日、9月1日で教育期間終了ってことですか。結構そう思うと長いね半年ってね。東京サバイバルの教育期間ね、まあ、こんなこと言ったらですけど、ぶっちゃけもう作業服の方が面白いと思ってるんでね、あんま見ないからね。だから今から迷彩もなく逆に嫌なんですよね、私迷彩着るってなったら、あのなんか清掃の時ですよね、撮影なんかの撮影入っちゃったとかさ、入っちゃった、あと野寺さんの営業にくっついてった時にさすがに作業服だったらまずいかなとか、多分そういうことじゃないですか。確かにちゃんとしてなきゃ、僕、今もちゃんとしてるんですけど、いや分かんない、今ね下はね、人は今パンツいっちゃうかもしれないですからね。でももう俺はスーパーノーマルボーイなんだから。あ、そっか、今はもしかしたらアブノーマルかもしれないですけど、まあ、そこは教えませんけど。自分で話題振っといて教えませんけど。何なのそれ。一番気持ち悪いやつ。かまってちゃんな。一番気持ち悪いやつ。聞きたいですか教えませんけどみたいな。言ってくださいですね。いつかあの機会があればあるんでしょうけど、基本的なせあのユニフォームが今ね、私は多分これだと思う、作業服になってる。続きましてこちら、ダダン、駐屯地自衛隊イベントに女性一人で行ってもいいんでしょうか、一緒に行く人がいなくて。ああ、でもね、こう自衛隊イベントに女性一人で行く人全然いますよ、ね、いますよね。しかもなんならさ、若い女性集団みたいなのがあって、ある意味こうプチファンクラブ的なのは、自衛隊のファンっていうかモテんだよ。なかったぞ。いつからそうなった？先に教えてくれ先に。マジでいつからそうなった？なかったよね。やっぱお見合い大作戦とか取り上げてから。って話聞いてみよかったよ、女性が増えたのかもしれんな。俺らの時です。そんなんないよ。ないですね、帽子かぶってもひっそり歩いてたよ街、ひっそりもみあげもかぶして、どんどん歩いてください。全然いいと思いますよ一人でね、いて多いな、続きましてこちら、陸海空のヘリコプターは夜間飛行したりするんですか。お、これはね、陸に関してはね、ヘリコプターから例えば空挺のね、降下するっていう訓練もあるし、ヘリキャスティングもあるし、ヘリ飛んでたかな。あんまないけどあるっちゃあります。さあ続きましてこちら。駐屯地内でランニングするとき、偉い人が前を走っていたら気を使って後ろ走る、それとも全力で抜く。あるんですよこれは、よくある。いやあのね、要は多分個人で走ることの方が少ないから。おお、あのね個人で走るのめっちゃ多かったわ。あ、え、マジで。ない、脱落していかないと。無理っす無理っすって言ってお先に。脱落してったらおのずと一人になっちゃうけど。なんか挨拶します。挨拶するようないでしょ。ってなってね、そこはもう暗黙の了解なんじゃない。僕はね前走ってたらねちょっとペースを落とす、だから怪しいと思ったらちょっとスピード落として、でちょっとルート変えたりする。ああ、ルートを変えるんだ。ルートを変える、あの校庭みたいなところを突っ切ってもう抜いちゃうとかね。はい、続きましてこちら、ダダン、以前関越式を見た時に敬礼の号令を言う人が誇張しすぎて何を言っているのか分かりませんでした。なんであんなに癖あるんでしょうか。あれだ、誇張しすぎてんだよね。あーってなってんだね、もう。もうみんなそうなっていきますよね。だから晴れ舞台だから、あの普通にやるのがどうしてもこう物足りないから、普通以上にやるって言ったら声量を上げるしかないんだよね。もう大きい声出す場面の時にちゃんとした言葉を言ってる人多分、いないんじゃないですかね。いないですね。あとその逆を言うと、そのね聞き取れてるっていう人も逆に実はあんまりいないっていうのもね。なんか流れねあるじゃん式典の。だから今は頭中なんだなとかでやってるけど、あれ完璧に聞き取れてるのかって言ったら若干怪しい。まあ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 、その動作を間違えることないですよね。あれだって最初にマイクで言ってもらえるもんね。例えば、執行者に敬礼とかさ、ちゃんともうはっきり、そこはね、はっきり言ってくれるんですよ。執行者に敬礼とかはちゃんと言ってくれるんですよ。その後の号令が、あーってなってるから。もう、やっぱ気合い入っちゃってるから。ケツの言葉だけ強みになっちゃうね。
命令だったら霊が強くなってますよね。第一般総員何名異常なしとかっていうことも最後でかくなるもんね。うん、なるなる。第一般総員何名異常なし横割りってなるもんね。直れとかも俺だもんね。あれって言って。ね、そう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 。まあ確かに、なんで言ってるんだよ、なんで気合なんであんなに癖あるのって言ったらもう勢いで。勢い大事ですから。俺より声が小さいことが問題だからね。そうなの。はっきり言ってるかどうかじゃない。元気があるかどうかっていうところは、それが大事ですから。はい、はい、続きましてこちら、以前旦那かっこ自衛隊をラッパの音で起こした嫁です。他の起こし方あれば教えてください。ダメですって。ラッパの音で起こしちゃダメですよって言ったら、うん、旦那さんがその YouTube を見て、ほら注意されてるじゃんほらって、最近旦那さんの方が調子づいてきたから、別な面白い起こし方をしたいんです。奥さん楽しそうですね。別な方法で私は起こしてやりたいと。ダメですよね。ラッパじゃなくて次は非常講習と一緒で、ハンドベルで起こそう。嫌だな。非常講習カラン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 、朝起きると嫁がハンドベル振ってる。いやだから音系なんですかね、やっぱバズーカタイプのクラッカーとか、あのパーティー用で売ってるから。ああ売ってるね。あ、ちゃんと立て膝でちゃんとしっかりとしゃがんでね、旦那さんが寝てるようで嫁が断首断頭断定よし断定よしって言って、ちゃんと目半分を詰めて321バーンやると、どうでしょう。結構いい値出しますけどね、あれね。あれ高いから、じゃあ、ちゃんと三脚でカメラでね、撮っていただいて、記念に残していただいて。あとはもう、はっかり目の下にめっちゃ塗ってくったりとか。だからこれ、その奥さんやっちゃう可能性があるからダメ。楽しそうでいいですね。なんでしょう。まあだから、いい起こし方。まあ、わかんない。あんまり大きい声じゃないけど、その自衛隊っぽくつなったら、まあ、ベル鳴らして、非常講習って言って、むくって起きたら、返事はレンジャーだ奥さんが。返事はレンジャーだ、何じゃない、返事はレンジャーだ。最悪最悪や。やだな。じゃあね、くれぐれもあのね、用法用量はちゃんと守ってね、やってくださいくれぐれも。はい、続きまして、ただ、そもそも小野寺さんと森尾さんの初対面はいつですか、どんな感じだったんですか。これはもう、昨日ですよね。え替え玉まさかの出会いね。いやだって NC だもんね。 NC っつってもあれだな、まあでもトルーマントルーマン見たことあるからな。俺だってマザーピンク見たことある。ってことは養成所ってか、でもクラスが違うんですからね。なんかでもどっかで会ってんじゃない NC の人数がたくさんいるから、まあ、あとはっきり言えるのは14年前ぐらい互いに23歳ぐらい多分そんな感じだったと思う。あるいはそのなんかパリーンとか聞こえて、あの人泥棒です捕まえてくださいっていうので、こうパッと見たら森尾がバッグ持ってこう、俺とバッと目合って、そのまま森尾がバーって走ってって、あの人泥棒なんですってみんなわーって追いかけてるところを見たのが最初の森尾だったかもしれない。あれあいつ動機じゃね。で捕まえてくれ。で次の日の NSC で同じ格好で、うん、泥棒コントやってた。実体験がないとコントに身が入らないっていう、うん、だからあいつ真面目っちゃ真面目なのかなっていう逆にね、役作りかなっていう。純粋すぎる。嘘です、うん、ね、知っちゃうだろう、やめなさいよ。そんな役作りしちゃいけませんね。やっちゃいけないよそんなね。ダメですよ、はい、俺だってただでさえ窃盗顔なんだから、やめなさいよ。なんで自分で言ってんだ窃盗顔って。なんで。はい、続きましてのこちら、ダダン。自衛隊内の成人式では戦車と綱引きをするとか、お二人は成人式駐屯地内でどうでしたか。なんかでもあったから、いや戦車で綱引きはないけど、これだから戦車のある部隊とかはそのやるっていうのは、いや私もなかったと思いますけどね。なんもないな、綱引きがなかったですねで僕はね、あのね、成人になった時にね、作文みたいなのを書けって言われて、で、駐屯地中の、いわゆる新聞というか、広報誌みたいなの、成人になった意気込みというか、目標とか、そういうのを作文書いて、載った記憶があるから。そうなんだ。だから、そういう、なんかイベントっていうよりは、なんか書いたことある。はい、続きまして、こちら。ダダン。森尾さん、次回の ONE イーツで、食べたいものは何ですか。あーもうね、これ僕じゃないですからね、僕のなんかアカウントで書いたわけじゃないですからね。うん、何ですかこれ。ないですね。言いなさいよ言いなさいよと言ったら来るんだから。いやいやないよ。いやいや、その
次回って言ってんだから。今まで食べたいって言ってないんだから。いやいや言ってないけど、もう分かっちゃった今何、例えば、例えばよ、何食べたいのって。じゃあ、すっぽん。すっぽんの何、どういう料理ですか。鍋。ご注文受けたまりました。ああ、こうしちゃいられねえ、こうしちゃいられねえ。やめろ。不可能食材を言ったんですか。いや売ってるよマジで。高いでしょ。粉の状態とかで売ってるよ。なんか、まあ、それでいけるもんな。なんか漢方用の乾燥すっぽんみたいなやつ売ってたよ駅前で。ほんと、家いらない。感じた。そうよ、それ来たら食うよ。よし、じゃあ、次回の ONE イーツ、すっぽんです。自衛隊に関してでもねえし、全く関係ございません。ただすっぽん食べたいっていう。はい、期待しておいてください。はい、続きまして、こちら、ダダン。演習の締めは全員で突撃すると聞きました。普通科が突撃しているときに、小野寺さんは、特科は何してるの？あと、森尾さん、突撃のとき、頭で流れている BGM は何でした？これ多分ね、ちょっと勘違いされてるかもしれませんが、演習はいろんな職種の人が合同に集まって同時にやるっていうことがあまりないです。ちょっと違う職種がこう連携する程度はあるけど、ね、演習って各部隊、だから特科は特科だけとか、ね、うん、普通科は普通科だけとかでやるんで、普通科が突撃してる時、僕は多分駐屯地内で寝てます。うまそう。交代交代演習場使ってるから。普通科使って帰ったら今度特科入りましたとかね。まあ、でももし同時にやってたら、俺は森尾さんが突撃したところに落ちるように真上に落とすと。いやいや、当たってんじゃん。当たってんじゃん。はあ、じゃないよ。あーじゃないよ。頑張れ。普通科ほぼ死んじゃうよ、2回当たる。あとなんか別な質問でね、 FTC で森尾さん砲弾でやられたと聞きましたが、はい、森尾さんは砲弾何発耐えれますかっていう質問がありました。4発。すげえな。すげえな。いやもう一発です。化け物じゃん。一発で死にましたからね。戦車の走行でも厳しいぞ。厳しいですね。あと森尾さん突撃の時頭で BGM 流れてたの、うん、あのイメージ、うん、え無で。なんかベタにあのアルマゲドンの音楽みたいな Don't wanna close eyes みたいな、はい、あれじゃない。いやーない。中にはそういう人いるんでしょうけどね。今夜何しよっかなとか考えながら。あ、そっちの方が多かったかもしれないですね。帰って何食べようとかさ。ああ。整備とか終わったら土日やとかさ。あそういうことが先行したので、私はね。次まして、こちら。ダダン。演習場で地雷埋める、かっこトイレの時、照明弾が上がり、パニクったワックいたんですが、そんな時の対処はどうしたらいいの？これちなみにソロコさんから。その子さん、はい、その子さんがうちらに聞いてきてどうするんですかね。台の時に照明弾が上がってワックがもう公に見えてしまってパニクったと。怖いな。大丈夫だと思ってちょっと見晴らしいいけどやっちゃったらボーンってうわ見える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 、思ったより開けてる、思ったより開けてるよ、開けてる開けてるみたいな。明るいくなって俺は大将はどうしたらいいか。どうしたらいいっていうあれだ、折しけの状態のように構える。だからこうしゃがんでたのを折しけのようにする。もう片側ね。であくまでこう待機して警戒してるかのようにしつつ台を、まあ平然を装うってことですね。平然を装う。もう見てくれってどどんするんですか。上もルージュ。上もルージュは意味わかんないですけど、そっちが大変ですから。もう耐えよう。うん、そうです、ね。石のようなもう、鉄の石で、何人通ろうがもう鉄の石で、うん、微動だにしない心。ね。見せちゃう。逆にお尻見せちゃう、うん。武士の気持ちでね。ふんどしを締めたら武士の気持ちで。はい、続きましてこちら。物干場でパンツ行方不明とか、刑務隊出たことありますか、うん、間違えて他の人のパンツ履いてたりしないんですか。物干場っていうのは乾燥室ね。そこでみんな洗濯物干すから混ざっちゃったりしないんですか、うん、ハンガーに名前書いてるからね、うん、あれ組み合わせでみんな判断しない。このパンツは、あ、俺と同じだ、危ねえ危ねえ、だけどこれに、このパンツにある組み合わせは俺しかないでしょっていう感じ。一個似たようなものあっても、うん、その他が被るって少ないでしょ。そう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 。多分パンツ行方不明ぐらいで刑務隊まで、あの、俺言いますっていう隊員さんがいて、パンツなくなったんすよ俺の。
まあ、要は男しか入れないですからね。でも確かにちょっと同じね戦闘服とかがいっぱいぶら下がってるから間違っちゃいそうになる時はある。はい、続きましてダダン。どこかで広告をスキップすると収益が減ると聞きました。本当ですか？もしカウントされないんだったら、広告も全部見るようにします。なんと勝者の鏡のような。そうなんですか？これあんまり僕わかんないですけど、どうなんですかね。変わってないんじゃない？スキップをあんましてもしなくてもあんま変わらないかなとは思うんですけど、結局再生平均時間が長い方がいいみたいっていうのはあるみたいです、別にスキップっていうボタン出てんだったらね、それはできるんだからやっちゃうんですか。いいんじゃないですかね、どっちでも、大丈夫。もしカウントされないなら見るようにします。なんだそれ。バンダレやんなくて。いや、バンダレ。なんでこの心よき視聴者の方はこれからなんか戦慄の膝をくる。バンダレ集合やんなくていいから。なんでこれから攻撃しに行こうとするの。はい、続きまして。ダダン。後期が上富良野です。あ、自衛隊のね、入隊したんだ。上富良野です。おすすめスポットありますか？上富良野。富良野自体ありますけど。上富良野と富良野は違う。そんな遠くには離れてないと思うけど、あれ上富良野ってどこに、富良野のどの辺なんだろう。上屋路外。上屋、まあそうだな。富良野の上屋。そのゴロハウスとかですか。何ですかそれ。北の国からの撮影所がいっぱいある。 あと、まあ、ラベンダーか時期によっては。あ、ラベンダーの畑ね。あと何、イオン。イオンのためにさ、4のためにさすがに車何時間もね、下手したら走らせないからね。何軒か通り過ぎてるからね、イオンね、絶対。下手したらそれぐらいになっちゃう可能性ありますよ。俺、富良野ですけど、多分スープカレー屋さんみたいなのがね、ツリーハウスみたいになってるんですよ。ああ、すごい。そういうのはね。木の上に立ってるようなお店。すげえおしゃれで。なるほどね。うまかったっすよ。どちらかというと、自然がメインの方ですからね。まあ、自然を楽しめるところだよね。はい、ということで、最後の質問でございます。すごいシンプル。こちら、ドドン。自衛隊で外車乗ってたら浮きますか？これはね、浮くっちゃ浮きます。ただ車種によりますけどね。その高級外車だと、っていうか、あんまね、乗んないようにしましょうっていうのもあるんですよね。俺の先輩はこう弾むヒップホップみたいな、弾む車乗ってたよ。リンカーンだっけ？超長いの。キャデラック。キャデラック。長いの乗ってたよ。跳ねてたよ。だでも、浮いてなんか、ちょっと浮いてた。ちょい浮きだったから、まあまあいけます。今はわかんないですけど、昔、ほんとそこそこ、4WD の人とか、ワゴンの人ばっかりでしょ。ランクルートワゴン多いですよね。車高上げてる人もいますもんね。自衛隊あるあるのか。スポーツカー乗ってる人もいたけどさ、結婚すると落ち着くよね、車ね。とかね。僕の同期も、そのランクル乗ってたけど、結局、結婚したと同時に K になったよね。ファミリーカーとかなっちゃいますよね。いやでもね、言ったら、駐屯地によるけどね、戦車とかね、大砲のキャタピラ並んでるんですから、そうそう浮かないですよ。はい、ベンツとかさすがにないな。ない、いや、持てないでしょ。持てなくはないけど。中古車とかでいけんでしょうけど、あんまり。そのベンツを持とうっていう風にならないけど。セルシオはいた。高級車だよね。トヨタ。はいはい、うん、ビップ車。人生の過程で多分ベンツっていうワードが多分どっか出てこなくなるんです。自衛隊人生で、途中で。あんまりね、少ないです。だから、まあ、買いときはね、全然買えると思いますんで、欲しい黒をね、買ってください、ぜひ。ということでございました。いかがだったでしょうか？質問コーナー、たくさんね、ありがとうございます、今回も。ありがとうございます。またね、質問ありましたら、下のコメント欄にお願いいたします。お待ちしております。Twitter、インスタやっております。どっかくんで検索フォローお願いいたします。チャンネル登録、サブです。お願いします。どっかくん、防災もあります。お願いします。本日はこれまで、それじゃあまた。ありがとうございます。ずっと本日はこれまでも言うんだ。そりゃそうだよ。それ以外ないでしょ。それ以外の表現がない。言うんだよ、あの人。